1 0ガビットイーサネットは最大 10Mbps の転送速度に対応したイーサネットである。厳密にはイーサネットとは10ベース後のことを指した。また、それに対して安価にネットワークを構成できる10ベース2が作られ、チーパーネットや新イーサネットと呼ばれた。追って10ベース後のスター型トポロジーを取り込む形で10ベース T が作られ、さらに光ケーブルを使う10ベース回が 使われるようになった。なお、IEE802.3、e、は、拡張規格を統合する改定が行われており、IEE802.3R、e、IEE802.3I、e、などはすでに、IEE802.3、e、に含まれている。また、双方向ケーブルテレビのインフラを利用して、信号を伝送するジューブロード36がある、10ベース5、10ベース2のトランシーバー、ケーブル、 タッピングツール等1983年に10ベース5が IEE で標準化された。1984年に10ベース2が IEE で標準化され。1990年には10ベース T が IEE で標準化された。10ベース5は民間に普及した初めてのイーサネットの IEE 標準化規格である。10ベース5は50オームの太い同軸ケーブルにより高いノイズ耐性を持っていたが、 同軸ケーブルが太く、配線時の取り回しが悪いという欠点があった。その欠点を避けるために、徐々にデスクトップパソコンなどの人間の生活環境の周辺には10ベースに10ベース T が使用されるようになり、外乱ノイズへの耐性が高い10ベース5は、校内の基幹ケーブルとして用いられるようになった。1980年代より存在する工場では、現在も制御用回線として10ベース5が、 現役で用いられている場合がある。同軸ケーブルのみを引き回して、ネットワークを作ると、信号の減衰による問題が顕著に現れるため、10ベース5、10ベース2ように、リピーターやブリッジが開発され、用いられるようになった。1990年に10ベース T が標準化され、普及すると、リピーターは複数のポートを持つダムハブへ、 ブリッジも複数のポートを持つスイッチングハブへと進化した。10ベース後のタップトランシーバのタップ部分。この部分がケーブルを挟む10ベース後は直径0.375インチイコール約9.5ミ、mm、リメートルの太くて硬い同軸ケーブルを利用したイーサネットである。この同軸ケーブルは当初黄色のものが主流だったためイエローケーブルと呼ばれていた。特性インピーダンスが50オーム。 ケーブルの最大長は500メートルと規定されており、1983年に IEE802.3 として標準化された。この同軸ケーブルにタップという分岐装置を取り付けることにより、各装置との間で通信を行う。タップは同軸ケーブルの芯線に針を刺すような形で接続を行う。この線を牙のような針で噛み込む様子からバンパイアと俗称されていた。 多くの場合、タップとコンピュータとの間には、アウイと呼ばれる信号変換装置が設置された。末尾の数字の示す通り最長セグメント長が500メートルと比較的長く取れることと、線の耐久性が高いことから、10ベース2や10ベース T 普及後もンの機関線として使用されていた。民間にも普及した最初のイーサネット規格である。1990年代前半までは、 イーサネットの主流であった10ベース2のケーブル。そのため、同軸ケーブルだが細いものを線の両端にコネクタを取り付けて簡単に接続可能にするようにしたのが10ベース2のイーサネットである。最長セグメント長は約200メートルと規定されている。1984年に IEE802.3A として標準化された4台のリピーターを介して 最大5セグメント925メートルまでの延長ができる。コネクタを使った接続によって取り扱いが要因になったが端末を接続するための分岐を作るには一旦線の途中のコネクタを切り離して T 型の分岐コネクタを取り付けなければならなかったため保守性にかけた。ネットワーク構成を変えるたびにネットワークが寸断されるので作業を行うタイミングに制約があった。 ケーブル末端には反射を抑えるターミネータを取り付ける必要があった。10ベース2と10ベース5は線の損失が違うだけで電気的特性は同じであるため、実際には10ベース220ベース5のケーブルを継ぎ足しても通信自体は可能であった。ただし、ジョイント部分で生じる低在波のため通信が不安定になることがあった。10ベース T10 ベース5変換コネクタ10ベース。 T の物理層は、カテゴリー3以上のアンシールデッド、ツイステッドペアケーブルを用いて、各末端機器とハブとを配線するものである。各機器は、ハブとの間だけで決線が済むため、各機器の接続を個別に変更することが可能である。ハブは、レイヤー1で分岐する、ダムハブ、または、カスケードハブ、レイヤー2で分岐する、スイッチングハブが存在する。 カスケードハブを用いた決戦では半二重通信を、スイッチングハブを用いた決戦では全二重通信をサポートする。10ベースごと比較して細いツイストペアケーブルを使用するため取り回ししやすく、拡張性が高かったため急速に普及した。またそれに従って機器価格も低下し、さらに普及の速度が高くなった。IEE802.3i、e、として標準化された。 10ベース T で使われるケーブルは、ツイストペアケーブルの2組の両端に、RJ-45 コネクタを付けたものである。RJ-45 コネクタには8つのピンがあるが、10ベース T ではこのうち2対4線しか使用していない。1と2を送信データとして、3と6を受信データとして用いる。ストレートケーブルでは、同じ端子を接続し、クロスケーブルでは1と3。 に登録を接続する。信号は2本のピンの電位差がマイナス1ボルトからプラス1ボルトに変わることで0を表し、プラス1ボルトからマイナス1ボルトになることで1を表す。このような方式をマンチェスタ符号と呼ぶ。チア、AA-568B 規格では、送信データはオレンジの組を、受信データは緑の組を使用する。ストレートケーブルの中には、 ISDN 等への転用が可能なように、この他に4から5番を青の組で、7から8番を茶色の組で繋いだ製品や、発色の単色線を2本ずつ束ねたものも存在する。なお、すべての線を使用しているか否かにかかわらず、カテゴリ5以上のケーブルに正しく、コネクタが結線されていれば、100ベース TX でも使用可能である。メタルケーブルではなく、 マルチモード光ケーブルと850ナノメートルのレーザー光を使用する規格である10ベース FP10 ベース KB10 ベースフロリダの3種類が存在する IEE802.3J で標準化された10ベース FP 編集パッシブ型光カップラを中心にスター型構成をとるカップラー濃度間距離は500メートル濃度間は1000メートルとなる10ベース KB 編集、バックボーン向けに、アクティブがダヒカリカップラー間で接続される。直接濃度に接続されることはない。カップラー間は、最長2000メートル。10ベースフロリダ。編集、フォームを取りピーターを用い、端末間の接続を可能としている。フォワードを置換するための規格であり、互換性がある。濃度間距離は、最長2000メートル。双方向 CATV を伝送路として使用する。 イーサネットである。他のイーサネットとは異なり RF 信号に変調している。IEE802.3、e、ビットとして標準化。最長セグメント長は3600メートルとなっている。ケーブルはテレビ信号を伝送するのに用いられる75オーム、同軸ケーブルを使用する。太さは CATV のシステム設計により決まる。物理的にはツリー状の配線となり、 配線の自由度が高いため、各機器の接続、切断が容易である。電気信号としては、機器間で直接受け渡しするのではなく、CATV の上流端へ、すべて送られ、そこに設置した機器により中継される。周波数を違えることにより、複数のセグメントをケーブル上に作ることができる。ベースバンド信号での制御は10ベースごと同じ、バス上の動作である。 構成するシステム、装置の複雑さから普及しなかった。ただし10ベース T 世代の全20通信を使用するにはポートごとの転送モードを手動設定できる、ディップスイッチなどが付いたやや高価なスイッチングハブが必要になる。ありがとうございます。